ハリウッド・メルローズ・ホテルは、かつては、メルローズ・アームズ、その後は、モンテ・クリスト・アイランド・アパートメンツという名でも、知られていた、アメリカ合衆国カリフォルニア州ハリウッドの、メルローズ通りに面した歴史的建築物、S ・チャールズ・リーの設計により、1927年に、建設された。この建物は、ホテルとしても、アパートとしても、使用されたことがあり、1階には、 事業所用の空間もある。1992年に、この建物は建築的価値に基づいて、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。2010年4月、改修を経て、新たに、ハリウッドヒストリックホテル名義によるホテルとしての営業が再開された。現在の所有者は、エドモン・シモニアンの一家であり、1階部分で家具の展示場を営んでいる。 18ヶ月に及んだ内装、外装の改修によって、ホテルのファサード、共有スペース、階段、62部屋の客室は、かつての1920年代の華やかな様子が復元されている。バスタブはオリジナルのものが使用されている。金傍には、複数の映画スタジオがあり、パラマウント映画のスタジオも、メルローズ通り沿いに一ブロックの位置にある。ありがとうございます。